かないの、こんこんこんにちはに変わる挨拶ないよ松本。ないっすね。ないんだ、まあ、ちゃんこんにちはっつったらない。なんか出てこないもう出てこないっすよ。まあ、ちゃんこんにちは、トゥースって言ってるのなんすかやってみたら怒られますよやってみたらいいんじゃないの。怒られダメダメ怒られますよ。怒られないでしょ。クレーム入りますよ。クレーム入るかな。なんかねえかなめちゃくちゃバグりちゃっただってコンコンこんにちは。なんかお前最初さ、はい、なんか挨拶しないといけないっつって昔考えてた時、はい、あれ考えてきたんだっけ。誰かのパクったんじゃなかったっけ。誰コンコンこんにちはですか、うん、パクってないですよ。パクってないのか。はい、なんか誰かやってたんですよね分かんないけど、ちなみに今カメラ回ってるんですよマジっすか。マジっす。ずっと撮ってます今カメラ回ってます。見て見て、もう1分回ってますそれだよ。これでオープニングかな。もう始まってます。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。ということでこれでやっていきたいと思うんですけど、台風クラブナイトコースの13番ホールですね。はいはいいやもう始まってるんでいつからですか。いやトゥースからですか。トゥースの前から入って入ってるんで大丈夫ですか。なんか僕、うん、変なこと言ってないんで言ったら消そうかなと思ったんですけど、はい、使えそうだったんでこのまま行きたいと思いますんで、はい、っていうことでまだ今シネマティックモードで撮影中なんで、はい、ちょっとあれなんですけど、まあちゃんのシャフト 6X どうですか、使ってて。いい感じです。いい感じ。はい、グリップ1枚。1枚です。僕もずっと1枚ですね。ロフトは9度です。9度のまま。10度してない、ね、してないですね。9度でも十分球上がるんで大丈夫ですかじゃあそんな感じでちょっとこの13番ホールやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いしますお願いしますはい、ではやっていきましょう。まあこのホールはね、左がこうずっとレッドペナルティエリアで、はい、まあ、右が斜面なんですけど、まあちょっとこうつま先上がりっていうのもあって難しいティーショットになってますよね。まあいつもだとやっぱりちょっとセーフティーな球をこう打ちがちなんですよね、うん、そうだね。左からしっかりスライスみたいな、うん、打ちがちなんですけど、うん、左から強いボール行こうよ。左から強いボール行きたいんです、うん、行きたくてずっとイメージしてるんですけど、だから曲げに行った方がいいね。そういうことですよね。まあアドレスしてこうね、はい、うん、曲げに行くぐらいでちょっと強い球を、そう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 、打つイメージで、うん、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。おお、強い球だ。よいしょ。ありがとうございます。おお、いいねいいね。いいとこまで行ってんじゃない？行きましたね。うん。もう一球いいですか。もう一球打つ、うん、ようやく僕らしい球が、まっちゃんらしいね、低スピンのボールが、さっきワッホーさんとこれ動画外で話したんですけど、うん、まあ、これ X にしたことで、うん、最初はやっぱりなんていうんですかね、シナリオちょっと感じなかったんですよ、うん、でもやっぱシナリオが欲しいんで、はい、振り始めてきたんです、ね、あ、はいはい、しっかり振り始めてきてシナリオ感じるようになってきたら、うん、ちょっと低スピンのこう球が、ね、出るようになったんで、こう X にしたことで、うん、まあ することで自分が振りに行くっていう。そうだね。だから、はい、逆にアイアンとかもまあちょっとさすがに怖いから変えないと思うんだけど、はい、まあ X とか使ってもちょっとね、いいのかなっていう。やっぱりちょっと軽く振っても球が上がったりだとかすると、はい、あんまりね、まあ、オーバースペックちょっと手前ぐらいのクラブ使った方がやっぱしっかり振るし、まあ、みんなしっかり振ってるじゃない、はい、結構振ってます ね, ね。だからやっぱりそうしていかないと多分ダメなのね。軽く振ってちょうみたいなもう無理だし、言ったら常に5ヤード届かない番手を持って
しか振るみたいな、ね、振るみたいな練習、うん、そういう練習をこうやるっていうのもいいよね、手ですよね、うん、だから本当もう8割とかで振ってると思うんだよね結構ね、もうそうやって、そうですよね、だからそういうのを癖づけていくことで自然と飛距離アップ、はい、105だっけまっちゃん、105です。あ、105か、さすがにないね、105の X ですか、うん、和子さん持ってそうですけどね、俺10軽いの使わないからね、あーそっか、和子さん重い、うんですね、逆にダイナミックコールドとかないんですか、あのラズルダズルのアイアンに入ってるやつ、抹茶打ったでしょ、はい、全然球上がんないっつって、あれもうダメでしたねああいうの使ってると、でも使い方が多分分かってるんじゃない、でも昔ダイナミックコールド使ったでしょ、使ってましたね、まあ、S200、うん、120g のそうだよね、はい、で僕ちょっとしてから105のあの軽い方を使ってましたけど、そっか、とか普通に 120g の S200 とか使ってもいいかもしれない、ね、そうだね、うん、まあでももうクラブセッティング変えないんでちょっと分かんないですよまだ1ヶ月あるんでもう一発いきます、はい、強い球、おお、やっぱりしっかり振ってるもん、いい球振ってますか、うん、前よりも、前よりも振れてる、触れてますか、だからやっぱりちょっとそういう意識が、まあ昨日ねちょっと僕久々にゴルフやったんですけど、はい、まあ最近ちょっと 6X とかさ、まあそういうのをこう SX ジャッタス V2 の 6SX とか、はい、スプーもさ 7S とかさ、まあ、いろいろこう使ってて、で天性の 1K ホワイト使っても 6X とかだったんだけど、はい、昨日久々にピンの410のドライバーに 7Xで、スプーンは、はい、シムマックスに PD の 7X。 おお、じゃあ少し前のセッティングですね、うん、やっぱりね、ちょっとこうちょっとしっかり振らないとみたいな感触があって、はい、やっぱり振れてくるし、でスプーンとかもやっぱりちょっとこう球浮かさないといけないときはそれで 7X 上げに行かないといけないじゃない、そうですよね、さすがにやっぱりちょっとね、肘その時は痛かったんだけど、はい、やっぱりちょっとこう力がグッと入れないといけない、入れないといけないから、でもやっぱりそれくらいで振りたいなと思ったし、あ、まあ、昨日僕がすごい大変お世話になってる、はい、あの方と一緒だったんですけど、はい、やっぱり僕ずっとお世話になって最初の頃なんかは、要はやっぱりちょっとこうどんくらいお前が振れるかどうかまず試していこうつって、どん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 重いのやったりして、岩尾はやっぱり 7X がいいなみたいな、あ、そっか、じゃあその時は 8X とかも振っ、もう打ったね、あ、だけどそうすると球がドロップしていかない、あ、じゃあそこがもう和子さんのその当時のそうだね、こう限界値というか、うん、だからそれでセッティング作っていこうつって作ってもらったりして、はい、こう 7X でずっとやったんだけど、そっち行きますか僕、あ、そうだね、はい、やっぱりそうやってちょっとこう自分の少し重いかなっていうやつを一生懸命こう振るっていうのも、はい、まあいい一つの方法としては、そうそうそう、僕が X 使うのなんて久しぶり、久しぶりだよね、ですよね、うん、ずっとやっぱり X を使ってこなかったんで、うん、まあ今こうやっぱ久しぶりに使うと最初はやっぱちょっと硬い、ちょっとだから S に戻そうかなって一瞬思ったんですよ、うん、はい、でもやっぱ使っていくうちに、まあ、いい球、今みたいにいい球が出るようになってきたんで、うん、あ、意外と X もいけるんだなっていうことは思いました、そう、いけるよね、はい、そうやってやっていくと多分ヘッドスピードも上がってくるし、それに合わせてどうですね、合わせてなってくるんじゃないかな、やっぱアイアンとかも本当は X でもいけるっていう可能性はあるよね、ありますよね、うん、その辺ちょっとこう、まあ、ただ自分の体力に合わせてさ、はい、まあ、今軽くしたりとかやってるけど、はい、そうしていくとさ、まあ、向上心みたいなのがもっと、確かにそれはありますっていうのはちょっとやっぱり少なくなってくるかなっていう、確かにそれ感じはあるよね、それは間違いないです ね、まあ、少し考えたいなとは思いますけど、セカンドですね、155ぐらいは155ありますかね、うん、8番アイアンだと行かないんですよ、キャリーで、はい、これはもうほぼほぼキャリーじゃないですか、これ8番やんで155、はい、まあピンまっすぐ狙って大きく打つよね、はい、左行くとするよね、はい、柔らかいんじゃないかなって、あ、僕はシャフトがそういうことですか、うん、やっぱり捕まったりするじゃない、はい、その柔らかいシャフトとかは、まあ、僕の今までの感触的にはやっぱりこう左にまっすぐ行くっていうか巻く
はい、それね、柔らかいシャフトって硬いシャフトはなんか僕の印象だと左にまっすぐ行くっていう感じがあるんですけど、僕どちらかというと巻きますもんね。巻くから柔らかい可能性もね あるよねっていうことで、8番円でまっすぐちょっとね、これはもう8番円まっすぐ、うん、もうほぼほぼ9割そうだね、8割9割を行きたいと思います、うん、OK、 よし行きます。まあそういうことですね。もう一回いく？もう一回いかしてください、うん、難しいです。難しい。結果振っても結果飛ばなかったんですけど、うん、8番円とかでしっかり振るの難しいですね。左に行ってもいいと思ってさ、はい、左に、あれちょっと左まっすぐ目だね。でもまあやっぱエッジぐらいですね。エッジぐらいか、はい。そもそもエッジぐらいってことは140ぐらいしかいってないですね。それぐらいなんですかね。まあドライバーここなんで。そんな顔で言われてたら、僕は多分アンクライいいショットしたら多分100、あとそう、あと30、20、30マイクからね。だからやっぱりで、その僕の8番円が160だから、はい、145ぐらいなんですよね。そうだね、うん、140ぐらいしかいってないです。おかしいですね。じゃあ測ればいいんですよ。測ればいいんですよ。今日アイアンの飛距離を測るっていうことで、そうですよ、ちゃんとレーザー持ってきたんですよ、はい、もう本当にやってることと言ってることが、もう言ってることが何ボッピンまで、あ、ピンまでそもそもですね。ピンまで155です。155？ はい。まあちょっと詳しくは分からないですけど、だいたい多分140ぐらいですね。エッジね。はい、うん。だからやっぱり140ぐらいしかいってないんですね。まあ、ちょっとさっきのショートもアゲンストだったから、若干アゲンストだけど、まあそんなに影響ないぐらいだよね、このぐらいの風が。このぐらいの風でもう奥のピン、18番のピンも13番のピンも揺れてないし、木も揺れてないしね。木も揺れてないんで、だからしっかり、まあせめて10ヤード手前までは行きたいですよね。行きたいね。行ってないですもんね。行ってないですよね。140行ってるか行ってないかみたいな。行ってないっす。行ってないですよね。うん。そんなもんなんですかね。いやまあそんなもんじゃない。145ぐらいなんじゃないの。140と。140ぐらいなんですね。そうっすね。むしろ145は行ってないっすね。行ってない。H まで行ってんじゃないの。H まあ H そうっすね。まあ、そういうことなんですね。もっと振らないといけないんですかね。振りが弱い。そうだね、振りは弱いよね。ヘッドスピードと比例してるわけだからね。そうか、もっと振らないといけないんだな。ちょっと出そう。いくら振ってもあの辺です。うん、155までいかないね。いかないですね。ちょっとさ、俺に打たしてよ。いや危ないっすよ、アホさん。サポーターもしてないのに。ちょっと前ボールちょっと行ってください。一番飛ばないボールにしとこう。ちょっとゼクションとか見てね。 V1 です。やめてくださいね、グリーンを、あ、ピンをオーバーしていくとか。サポーターもせず、練習もせず、よーし。さあ
抹茶のボールは超えてきましたね。ちょっともう一球じゃない、痛くなかった、そんなに。本当ですか、うん、痛くなかったですか、うん、ちょっとやべ、一日というか休んで、そうだね、なんていうんですか、当たりクソ悪かったっけど、え、マジですか、ちょっとアップしよう、次は。ピン方向行きました。おー、ホーさんで、まあ、ほぼほぼ5ヤード、ちょっと弱ぐらいか。150ちょっとキャリーですね。150ぐらいだね。はい。まあまあまあ。ワッホーさんでそれぐらいだったら、僕やっぱ140ちょいちょいですね。ワッホーさんでそれぐらいだったら、でも、手負いの俺を。いや、なんていうんですか。まあね。はい。手負いのワッホーさんであそこまで行くんですか。うん。ボールないっすもん。ボールないっすか。そんな、待たれてももうボールないんですよ、ワッホーさん。ああ、でも、そこをちょっと打つのにはだいぶ打てるようになってきたんだよね。それが危険なんですよ。これはもうワッホーさんが、うん、そのそういうの、良くないところは、うん、やっちゃうやつ、やっちゃうんですよ。しかもやっちゃうのがまた、うん、練習せず行くんですよ。いや絶対練習した、練習っていうか、ちょっと鳴らさないとね。鳴らしてから行けばいいのに、うん、なんか行ける今日は行ける気がすんな。練習行かねえなみたいな感じで、いやいや、その打っていてっつってで打ってで、打った後で食ってるんですよ。いや、それは痛いですよって。でもやっぱり、まあそうか、今のまあちょっとでもまあ若干アゲンスト吹いてるぐらいで、いやもうこれで5ヤードも落ちないですよ。そうだね、まあ自分のアイアンで昨日やってて、まあ8番で160いくかいかないかぐらいの感じだったから、はい、まあ昨日だってもうちゃんと練習とかして、そうだねっていう感じだと、で今まあパッと打った感じだと155はいかない。だから165とか7のショートは7番アイアンで打った、はい、昨日は。昨日はですね。まあなんだっけな、スリクソンからピンに変えてやっぱり少し5ヤードぐらい落ちましたか。落ちた、ああもう落ちたっていうか、そうか、ゴルフやってないからな。まあそうです。やってないから多分振るスピードが遅くなってて、はい。でまあ、昨日とかだと165とか7番ちょうどよかったね。あ、そうね、204とかのショートとかは4番でちょうどいいぐらいで、まあ、5ヤードぐらい飛ばなくなってるのかな、やっぱりゴルフやらなくなって ちょっとですね、うん、そうっすか、まあ、僕がそうやっぱり10ヤードぐらい立ってないですよね、うん、100俺の戻ってるもんな、ワッホさん戻ってましたよ、うん、こうやっぱスピン量が、やっぱ俺は C テーパーとかじゃないと、はい、もうそういう普通のモーダスとかだともう多すぎるんだ。いやでもワッホさんツアー行ったら、うん、あれくらいのスピン量ないとダメなんじゃない。いやでも結局 KBS さんの昔ね、あの S さんって方がいたんですけど、はい、まあその C テーパーにしてちょうどいいぐらいだねみたいな、ダイナミックロー使ってる時はちょっと上がりすぎてるねって話だったから。あ、そうなんですね。あんまりこう吹き上がっても良くないですか。うん、やっぱ前行かないし、はい、この間やっぱりなんか見ててもやっぱあんまりバーってなってもね、まあ毎回そんなすごいコンパクションがねあるわけじゃないしね。あ、まあまあ確かに、まあ天候にもよるし、うん、まあ、時期的なものもありますもんね、うんうん、そうなんだね。多分これが1球目です。1球目、はい、10ヤードちょっとのパッティングですね。はい、いきます。アプローチを打つ感覚で、ちょっとオーバー、でもオーバーするようになりました。そうだね、少しね、はい、ワッホさんこれですね、うん、キャリーだと本当にもう1、2、やっぱまあ5ヤードぐらいですね。そうだね、まあ僕だとあんなもんなんですね、やっぱり認めました。距離を測るためのラウンドですから。そうだね、はい、分かんない、次見たら X シャフトが変わってるかもしれないね、ゴルフパートナーに行って。もうそろそろ固定しとかないと距離感出なくなりますよ。さすがに。パパッと。
らっしゃい。ありがとうございます。僕なんかもう QT の前々日にシャフト変えた音がね、サード唯一通ったサードが今までで、いや唯一、そこは唯一通ったっていうのがちょっと面白い、ね、唯一通ったサードは前々日にシャフト変えていくっていう、もういい感じっすねなんつって。だからそれくらいちょっとこう、うん、自分のなんてクラブじゃないから、うん、ちょっと先入観も少ないじゃないですか、まあ、先入観少ないし、あとはやっぱもういいと思い込んでるから、こっちの方が絶対いいって思ってたから、まあ、それで C テーパーにね変えたんだけど、はい、まあ、今日はこんな感じで、まあ、一ホールになりましたけど、まあ、最初はねまっちゃんのオープニング、素のまっちゃんのオープニングから始まって、いや、まあ、ちょっともう怖いですだから僕って普段と動画ではテンションがちょっと違うんですよ。それはそうですよね、まあ、僕も違うから、はい、まあ、それはあれだけど、だから怖いです素のまっちゃんがねあんな感じ、素の僕、はい、いやだから覚えてないんですよ、素なんで。あ、そうだね、はい、自分がどういう風に、はい、なんか振る舞ってたとは言わないですけど、その、はい、どういう感じだったのか、はい、全くわからないんで、はい、本当に怖いです。まあ、だから YouTube を見て確認していただければいや今確認しますいいかなと。ずっとモザイクかかってるかもしれないし、まっちゃんに顔ですか顔いやちょっと怖いですね、うん、まあその感じで今日はね終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとアプローチでもやろうか、はい、最後ね、もうここといえば、ここといえばアプローチ、芝付きがいいね、成田コースは。いやー、なんか雨最近多かったじゃないですか。はいはいはい、より元気になりました。より元気ですか。これはもうスピン乗りまくりですよ。乗りまくり、はい、もうちょっと高く上げたスピンを打ちたいと思います。俺の昨日思いついたアプローチやっていい？ちょっとボール貸して。何ですか？新技ですか？ベリーアプローチですか？ベリーアプローチ。ココさん、そんなつま先上がんないじゃないですか。あ、つま先じゃない、かかと上がってますね。あ、でしょ。アプローチは普通ですね、アプローチ自体は、うんうん、あれっ大丈夫ですか、そんなに打って。アプローチも結構衝撃でかいですよ。え、ちなみにそれは何がいいんですか。綺麗に入んね入んねんとか言ってもだから、はい、結局このなんか勝手なイメージなんですけど、うん、なんかダウンブローに入りすぎそうな、すぎちゃうような、あ、まあちょっと入るよね。そうですよね、うん、それはマキガと練習してたのはもうこうブラーンブラーンって打つアプローチも練習して、なんかそっちの方が良さそうですけど、まあ、使い分けできるよね。じゃあ松野さん、やっぱり取られてますよ、良さそうとかそういうのはもうダメです。いろんな場面でいろんな状況があるんで、はいはい、良さそうともう決めちゃってるんで、あ、決めちゃってるんですね。そういうところがやっぱ硬いんじゃないですか、こっちの方がいいみたいな。ボールないですよ、そうなる番組決めつけちゃってるんじゃないですか、やっぱり。いや、決めつけてますね。決めつけてるよ、いや、こっちの方が良さそうとか、だからやっぱそういうところじゃないですか。あー、出てますね、出てますね。確かに、まあ、別に使う使わないは関係ないですもんね。そうなんですよ、はい、こういうことですか。うん、ちょっと足んないっすねもっとありえないとおー、いいねいいねいいね、ベリーアプローチ刺さっちゃうんですよこういう感じですか、はい、好きにしてください。よし、いきますマンポッコンマンポッコンっすね。僕には必要なかったらいいですいや、楽しみですね、皆さんの反応がまっちゃんって普段こんな感じなんだみたいな。いや、本当にどうだったんですかね。カットします。いや、カットしないです、だってもうあれ続いちゃってんだもんいや、撮っちゃってるから、オープニング。いや、
オープニングをここで撮るじゃないですか、はい、こんにちはって、うん、今日はこういうことをやっていきたいと思います、うん、動画撮ってで最初の部分カットして、うん、付け加えるの付け加えれば、うん、動画は完璧ですよ。いやもうそんなめんどくさいことしないですね。オープニングを後から撮るっていう動画の撮影したらちょっと面白いかもしれない。前に小平智プロが、はい、おあの大物 YouTuber のラファエルさんの動画出た時に、はい、時計の上で打つみたいなやらせ動画あったじゃない。ありましたね。時計の上で実際打ってないんだけど、まあそうやって見えるように撮影して、あれエンディングから撮ったっすよ。始まってエンディングを最初に撮って、今日はじゃあありがとうございました、ありがとうございました、いやうまくいきましたねみたいな、そうっすねみたいな、エンディングから撮っておりましたなんつうか。あ、じゃあ後ろから撮っていくんですね。だからそのだからもう決まってんだよね。まあね、ラファエルさんのやつはもう 99% やらせっていう話は自分で知ってますから、はい、全部もう決まってて、そうだ、もうだからもうやる撮ることが決まってるからエンディングから撮れるんですね。そうそう、だこうやってまあスポーツこういうねやつはちょっと無理だけど、でもまっちゃんと対決あれして、俺とまっちゃんが対決したとしてエンディング、いやー今日はまっちゃんに負けたわ、ありがとうございましたっつって仲やらせするっていう。あ、でも逆にそのオープニングを後から撮るっていうのは、うん、こう今やるじゃないですか。できるよね。やって、うん、まあ、どういうゴルフの内容だったかを、そうだね、まあ、知った上でオープニング撮ったら、うん、いや今日は正直ワッホーさんに勝てる気がすると思ったって、なんか今日はね違う気がするんですよね。いやもうこれ、うん、やって動画撮って、うん、まあ、撮ってるんでもう、そうだね、で勝つじゃないですか、うん、いやさすが抹茶みたいな。できるとできますよね。できるけど、はい、やっぱりさ、まあ俺そうやってやってる人の動画も何回か見たことあるけど、はい、やっぱりその日の当たり方とかさ、そういうので分かるよね。ああ、そうか、確かにそうですね、分かる。でもう夕方っぽくなってきてるけど、そう、始まったら明るいみたいな。でこれね、多分やすくんの動画だと思うんだけど、はい、ヤス君の動画って前は毎回オープニングがあったの、はい、オープニング動画があったの、はい、椅子に座って、じゃあこう次は12番から15番までのホールですみたいな、いやこうだったらあるかななんとかって言ってるんだけど、それは全部終わった後に多分もう通しで全部オープニング撮ってるから、結果は分かっててのオープニング動画を撮るみたいなのは、まあやれるよね。やる、そうですね、うん、まあ僕たちやらないですけど、でもやろうと思ったらやるかもしれないこれは。だっておかしいですよね、13番プレスのに13番グリーン横で撮ってたら、うん、いやもうクラブハウスで撮ってた。あ、クラブハウスね。いやだからそういうのも面白いですね。面白いね、まあいろいろやれるよね。やれますよね。だから撮り直す可能性ありますね。こういうのをボール左に置けばいいんだな。左に置いて、左に置いたじゃん今、はい、左に置いたらオープンに立っちゃいけないよ。はい、分かってます。いや分かってねえだろ今。どうやってもすかした球打ち上がって。やったスライスラインです。いやいや、まあ、クソ手前ショートしてるやんけ。オープンに立っちゃいけないですね、うん、左に置いたらオープンに立っちゃいけない、それはそうでしょ。そうですね、体から外れちゃうんだから、左に立ってオープンって言ったらあっちとなっちゃいますもんね。あっちだし、一番体から遠いところにあるから追っかけないといけなくなっちゃうじゃん。あ、こういかないといけないですね、うん、そうか、じゃあここですね。こういうことですね。まあね、実はね、さっきのオープニングも全部やらせですからね。いやいや、若さんあれはやらせじゃないですよ。分かってて押したの、分かってたでしょ。いやいやいや、分かっててやってたね。いや分かっててあそこまでリアクションできたら、うん、僕ちょっと違う仕事持ってると思うんだよ。本当にだいぶ上手くなったな演技。いやいや若さん本当に分かったな。それ言っちゃったらもう終わりですよ。だってピコンつったじゃん携帯。いや言ってないですよ。いやだって言わないと取れないんだから。いやだからやったな、ついに音量低くしたんですか。してないよ、もうピコンっていう完全にやったな。まあそんな感じで終わります。ありがとうございました。